Damn, son, where'd you find this? まさか、ここまでと。カカシ、これは…ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ、忍び刀死人衆の前任者たちだ。ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、かっこ撃破を狙った方が確実じゃ。多少の無理は承知だ。だが、ここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び刀七人衆を一気に殲滅するぞ。ガイ先生の言ってることもわかるけど、でもここは三人分かれてのカッコ撃破に努めた方がいいと思う。おう、確かにサクラの言うことも一理あるな。ではガイ先生、僕たちは。ああ、これから俺たちは三方向に分かれての戦闘を始める。各自それぞれの相手を倒したら他の戦場の補佐に回れ。いいな。はい。なんとか七人衆をばらけさせることはできたわね。まずは一人一人確実に。戦闘開始。ムナシ陣八は悪党支部ですか。不用意に飛び込むなよ。あの方に爆発の実識が書いてある。爆発に注意しろってことね。爆発力とんでもないわね。原因に近づくのは少しじゃないけど、やるしかない。喜んでる暇はない。すぐにリーさんたちのフォローに行かないと。僕の拳で戦場に勝利を呼び込んでみせます。戦闘開始。おっ、いや、クリアラで決まるには注意しろ。
不用意に来たりと共闘の挑みの餌食だぞ。変わった武器を持っているようですね。無駄です。内藤牙の使いリング・アメンジー、奴の雷撃には気をつけろ。雷を扱う忍びですか。動きと効果範囲に気をつけないといけませんね。私も加勢します。おお、助かります。おお、いや、無駄ですよ。いや、無駄ですよ。いや、今こそ絆を見せるんだ。さあ、いや、はい、決めよう。すぐにそちらに向かいます。このマイトガイがいる限り忍び連合に敗北はない。行くぞ。戦闘開始。はっほっほー。うわー、熱いぜ。蛇の人員に気をつけろ。この場合はどんなガードも叩き潰すぞ。なかなかのやり手のようだ。これは注意せねば。と来てくれたか。と聖騎門、そいつは宝石満月。戦士の中でも特に危険な男だ。この感じただ者じゃないな。息を合わせて呼んでください。アサッチャンネル。息を合わせて。また呼んでください。お待たせ。呼んでください。息を合わせて。また呼んでください。息を合わせて、また呼んでください。また呼んでください。アサッチャンネル。できれば生前に一戦交えたかったが、残念だ。よし、ここはどうにか落ち着いたな。音の方角からするに、あの方向は…加賀先生、ザブザ。待ってろ、そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺も受け取ったよ、ザブザ。お前たちとあの時戦えてよかった。あの戦いがあったからこそ
もうこの世にいていい存在じゃないんだ。この子ごと俺を切るつもりか。どうしてだ、なぜだ、ついていけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない動員ってやつだ。貴様らのような平和ボケした忍びは、忍びじゃねえ。さよならだ、鬼人魚。仲間だなんだ、そんなことを言っている段階で、アマちゃんなんだよ。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。会話なしにしよう。死に様と涙はできるならお前と同じ場所に生きてえな。俺もお互いの絆そのものだったよ。あいつら敵だったけど俺あいつら好きだった。俺もだよ。